ここは昔馬がよく通ってた道らしいぜ。白い馬も結構歩いてたとか。へえ、じゃあ白馬に乗った王子様ってのも本当にいたかもしれねえな。今も昔もいるわけねえだろ、そんなやつ。うわ、モテなさそうな発言。いや、今も案外いるかもしれないぜ、王子様。え？白馬の王子なんて今風に言えば外車に乗った都合のいいイケメンみたいなもんだろ。半純義がいい車乗りゃ完成するぜ。身も蓋もない言い方するな、あんた。待ってください、私はそんなに都合よくありませんよ。イケメンは否定しないんだ。